今日も徹夜ですか。はい、夜勤。はい、夜勤があるときついですよね。きついですね。でも夜勤があると食べたくなるでしょ。そうですね。でもまあ遅いって1ヶ月半で6キロ落ちたんですね、はい。まあ、頑張り時ですよね。まあ、胸なんかもいいからですね。こうやって自分の体の特徴を掴むといい。チューニングを取り入れてこれが効くみたいですからね。まあ、私も効くんですけどね。やり方ですけどね。決して回数ではないですね。もうフルレンジである必要もないですね。下の方が狙いです。力があるから固有背筋もしっかりしてますからですね。こんな感じで。私に体型が似てるから私が言う種目が効いてる感じですよね。はい、さっきの検出でも効くんでしょ。我々効いてます。まあ、あと腹筋のやり方とかですね、はい、あれ近いからですね。身長を含む骨格ですね。それが近いから。ただ胸はこう膨らんでますよね。僧帽筋なんかもいいからですね。腹筋もまあつきますよね。これ長いからですね。ここ私と一緒なんですけど、ここが長い人はやっぱつきやすいんですよ。負荷が乗りやすいからですね。あとは環境ですね。そうですね。でも仕事は頑張んなきゃいけないからですね。夜勤がある仕事の人は大変ですよね。確かに。まあでも、まあそこを乗り切る人間性という感じでしかないですよね。はい、まあ頑張ってくださいね。はい、頑張ります。